これは一人のサラリーマンが将棋界の歴史を変えた奇跡の実話。将来の夢は将棋のプロになることだ。プロ棋士の養成機関奨励会、ここで26歳までにプロになれなかった者は大会となる。プロになれる確率 2.5%。 奨励会は戦場だな。勝たないと何もないんだ。負けが重なるやつには誰も近づかないさ。うるせえよ。死に等しい年齢制限の恐怖だった。負けました。僕はもう一生プロになれない。将棋しかやってこなくて僕はゼロになった。久々に刺しますか。瀬川さんは将棋が好きだ。腹の底から。好きなことをとことんやればいいんだよ。僕プロになりたいです。プロなんかにできるわけないやろ。30を過ぎて再びプロになろうとすることを非難する世界がどこにあるんですか。ショッタンはそのままでいいの。負けっぱなしじゃ終われないよ。かつて夢を追いかけた人、今夢を追っている人、すべての人へ送る感動の奇跡、泣き虫ショッタンの奇跡。